12月の23日に、オープンしたんですけれども、まだ半年7ヶ月ぐらいなんですが、もともと私はこういうふうにお裁縫したりとか着物のリメイクをしたりとかっていうのは一切やった時がなかったんですね。震災後、その何かしたい何かしたいって、その何かが分かんなかったんですけども、ちょっと友達と買い物に行った時にどうしても忘れられない洋服がありまして、でその洋服がずっと頭の中にあったんですね。でその時に、あ、人の気持ちに残る洋服を作ろうと思ったんです。着物で洋服を着て、みんながもっと着物に親しんでもらって、そして着物ならば海外でもすごく興味を持ってもらえるんじゃないかなと思ったんです。それで着物でじゃあリメイクをして、そしていろんな人に来てもらって、でタンスの中に眠っている着物をみんな一枚でも多くタンスから出せたらなと思ったのでやりました。こちらのパソコンのケースなんですけれども、これはひろみさんと出会ってからですね、商品の企画っていうところで、こう店内にあるようなリュックですとか洋服以外にも、今の若い人が欲しがるようなものも作ってみたらどうですかっていう提案をさせていただいて、作ったものが最初の商品がこちらになります。で、パソコンの場合いろいろな大きさがあるので、まずはですね、僕が使っているこのパソコンをもとに最初のこの試作品を作ってもらいまして、これをですね、Facebook などを中心にして、インターネットで発信していってですね、いわきだけじゃなくて今ですね、県外の方にもこう幅広く知ってもらってるっていう状態です。この着物リメイクのリンの意味なんですけれども、着物を着ると背筋も伸びて本当にシャキッとしてリンとするんです。そのリンっていう言葉がとても好きで、このブランド名にしました。この仕事を始めることで、もう今現在もいろんな人と本当につながってます。で、一人一人がつながって一つの大きな輪になればいいなという思いで作りました。これからも、もう福島だけじゃなくていろんな人にしてもらいたいなって思っております。